ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ、あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性はやはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花妹に、シャオチョウに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ立花だ。お前らの狙いは立花なのか。てめえもいたのか、キリ。いい加減死んどけ。